インテルコア i7 は、インテルが製造する、X86-645 巻の、マイクロプロセッサーである。コア2の後継にあたり、グラフィックコントローラーを内蔵していないプロセッサーは、2008年8月8日に、発表し、11月16日に発売した。グラフィックコントローラーを内蔵したプロセッサーは、モバイル向けを2010年1月、 デスクトップ向けを2011年1月に発売した。製品の位置づけは、インテルコアプロセッサーファミリーに属する。インテルコア2の後継にあたり、ナヘラムマイクロアーキテクチャついで、サンディブリッジマイクロアーキテクチャによって実装されている。コア i7 は、ハイエンド向けの上位製品であり、主に、メインストリーム向けには、クワッドコア、8スレッドのラインナップとなっているが、 エンスージアスト向けには10コアまでの製品がラインナップされている。同アーキテクチャの改製品には、コア i5、コア i3、ペンティアム、セレロインが、サーバー向けには G オンがある。第1世代のナヘラムマイクロアーキテクチャのコア i7、デスクトップ向け上位モデルは、LGA1366 パッケージ。デスクトップ向け改モデルは、アッパーミドルクラス向けという位置づけであり、 コア i5 シリーズと同じ LGA1156 パッケージであった。第2世代のコア i7 シリーズはサンディブリッジマイクロアーキテクチャとなりパッケージもデスクトップ向け製品はハイエンドが LGA2011 メインストリームが LGA1155 へモバイル向け製品はピンタイプがアルピが988バイトハンダボールタイプが 部が1224へとそれぞれ変更された。第3世代の Core i7 シリーズは IB ブリッジマイクロアーキテクチャ。第4世代の Core i7 シリーズは Haswell マイクロアーキテクチャとなり、メインストリームが LGA1150 へ変更された。Core i7 表面のヒートスプレッダー Core i7 裏面のランド配置 IB ブリッジは 3D ブリッジに比して以下の機能の向上を含む また、この世代から、CPU 内部の熱伝導材が、ソルダリングから、サーマルグリスに変更されている。このため、一部のユーザー間では、ヒートスプレッダーを剥がし、TIM を液体金属などの熱伝導率の高いものに変更する唐割りと呼ばれる行為が流行した。すべての機能を有効にするためには、インテル7シリーズチップセット採用マザーボードが必要である。 機能制限が生じるもののインテル6シリーズチップセット採用マザーボードにも搭載が可能であることが発表された。コア i7-975 コア2シリーズの後継製品。エクストリームエディションは通常の i7 と違い、クッピーの速度が速く、コア内部のクロック倍率が固定されていない。また、ターボモードでのコア内部クロックの倍率が細かく設定可能である。 全プロセッサ共通事項、ナヘラムマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは45ナノメートル。Core i7-975-965 デスクトッププリービアスジェネレーション Core i7 エクストリームプロセッサーズ Core i7-960-950-940-930-920 デスクトッププリービアスジェネレーション Core i7 プロセッサーズ全プロセッサ共通事項ナヘラムマイクロアーキテクチャプロセスルールは45ナノメートルコア i7 880 875K 870 860 870S 860S デスクトッププリービアスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ全プロセッサ共通事項ウエストミアマイクロアーキテクチャ プロセスルールは三十二ナノメートル。コア I 七九百九十 X 九百八十 X デスクトッププリビアスジェネレーションコア I 七エクストリームプロセッサーズコア I 七九百八十九百七十デスクトッププリビアスジェネレーションコア I 七プロセッサーズコア I 七三千九百三十 K コア I 七二千六百 K 前プロセッサ共通事項。 サンディブリッジマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは32ナノメートル。Core i7 3970X, 3960X, 3930K, 3820。デスクトップ、ハイエンドデスクトッププロセッサーズ Core i7 2700K, 2600K, 2600, 2600S。デスクトップセカンドジェネレーション Core i7 プロセッサーズ。 全プロセッサ共通事項、IB ブリッジマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは22ナノメートル。Core i7 4960X, 4930K, 4820K、デスクトップ、ハイエンドデスクトッププロセッサーズ Core i7 3770K, 3770, 3770S, 3770T, デスクトップサードジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i7 5820 k 全プロセッサ共通事項ハスウェルマイクロアーキテクチャプロセスルールは22 n a n o m e コア i7 5960x 5930k 5820k デスクトップハイエンドデスクトッププロセッサーズコア i7 4771 4770k 4770 4770s 4770t 4765t 47デスクトップフォースジェネレーションコア i7 プロセッサーズソケット H3 LGA 1150コア i7 4790k 4790 4790s 4790t 4785t デスクトップフォースジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i76800K 全プロセッサー共通事項ブロードルマイクロアーキテクチャプロセスルールは14ナノメートルデスクトップハイエンドデスクトッププロセッサーズデスクトップゴスジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i77800X コア i76700K 全プロセッサー共通事項 スカイレイクマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは14ナノメートル。デスクトップ、ハイエンドデスクトッププロセッサーズ。デスクトップ、ハイエンドデスクトッププロセッサーズ。デスクトップ 6th Generation Core i7 プロセッサーズ。全プロセッサ共通事項。KB レイクマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは14ナノメートル。デスクトップ、ハイエンド向けデスクトッププロセッサー。 デスクトップ第7世代コア i7 プロセッサーコア i78700K 全プロセッサー共通事項コーヒーレイクマイクロアーキテクチャプロセスルールは14ナノメートルデスクトップエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズデスクトップナインスジェネレーションコア i7 プロセッサーズソケット H4LGA1151 全プロセッサー共通事項コメットレイクマイクロアーキテクチャ プロセスルールは14ナノメートル。デスクトップテンスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ全プロセッサ共通事項。ロケットレイクマイクロアーキテクチャ。プロセスルールは14ナノメートルロケットレイク S。デスクトップレブンスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ。コア2シリーズの後継製品。2チャンネルの DDR3 メモリコントローラーと、PCI Express 2.0X16 を。 実装。インテルのエクストリームエディションに属する CPU において、初めて TXT に対応したプロセッサーである。プロセッサーナンバー末尾の M はモバイル、LM はローボルテージ、UM はウルトラローボルテージ、Q はクワド X はエクストリームを意味する。全プロセッサ共通事項、ナヘラムマイクロアーキテクチャ。 プロセスルールは 45nm。Core i7-940xm, 920xm、モバイルプリービアスジェネレーション Core i7 エクストリーム、プロセッサーズ Core i7-849m, 8 2 9m, 749m, 729m。モバイルプリービアスジェネレーション Core i7 プロセッサーズ、全プロセッサ共通事項。 ウエストミアマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは32ナノメートル。コア i7640M、620M、モバイルプリービアスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ。コア i7640M、620M、660LM、640LM、620LM、680UM、660UM、640UM、620UM。ザ。 モバイルプリービアスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ全プロセッサ共通事項サンディブリッジマイクロアーキテクチャプロセスルールは32ナノメートルコア i7 2960XM 2920XM モバイルセカンドジェネレーションコア i7 エクストリームプロセッサーズコア i7 2869M 2820QM 2769M 2720,9M, 2679M, 2630,9M, 2640M, 2620M, スフェーンレフ、モバイルセカンドジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i7 2869M, 2820,9M, 2769M, 2720,9M, 2675QM, 2635QM。モバイルセカンドジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア。i7 2640M、2620M、2649M、2629M、2677M、2657M、2637M、2617M。モバイルセカンドジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア。 i7-3639M コア i 七 i7-3517 有全プロセッサ共通事項 ib ブリッジマイクロアーキテクチャプロセスルールは 22nm トルコア i7-3940xm 3920xm 39モバイルサードジェネレーションコア i 七 i7-Xtreme、e、プロセッサーズコア i 七三 i7-3849m 3 8 2十 q m 3749M、3729M、3639M 37、3619M、3632M、3612M、3540M 36、3520M 35、モバイルサードジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i73829M、3729M。 3635QM 3615QM 3632QM 3612QM 36モバイルサードジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i7 3540M 3520M 3687U 3667U 3537U 3517U 3689Y、モバイルサードジェネレーションコア i7 プロセッサーズ全、プロセッサ共通事項、ハスウェルマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは 22nm。トルコア i7 4940MX、4930MX、モバイルフォースジェネレーションコア i7 エクストリーム、プロセッサーズコア i 七 i7 4910MQ、4900MQ、 4810MQ 4800MQ 4710MQ 4700MQ 4712MQ 4 7 0二 m q 4610M 4600M モバイルフォースジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i7 4720HQ 4710HQ 4700HQ 4722 HQ 4712HQ 4702HQ モバイルフォースジェネレーションコア i7 プロセッサーズオンボードブガ。1364コア i7 4578U 4558U 4650U 4600U 4550U 4510U 4500U 4610i, モバイルフォースジェネレーションコア i7 プロセッサーズコア i7 4980hq 4960hq 4950hq 4870hq 4860hq 4850hq 48 4770hq 4760hq 4750HQ、モバイルフォースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ前、プロセッサ共通事項、ブロードエルマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは14ナノメートル。モバイルゴスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ、モバイルゴスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ前、プロセッサ共通事項、スカイレイクマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは14ナノメートル。 モバイル 6th Generation Core i7 Processors モバイル 6th Generation Core i7 Processors 全プロセッサ共通事項 KB Lake Micro Architecture プロセスルールは 14nm モバイル 7th Generation Core i7 Processors モバイル 7th Generation Core i7 Processors モバイル 7th Generation Core i7 Processors Process Process オンボードブガ 五百十五モバイルエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ、モバイルエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ全、プロセッサ共通事項、コーヒーレイクマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは十四ナノメートル。モバイルエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ、モバイルエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ、ウイスキーレイク U、モバイルエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ、オン、ボード、ブガ、 1528アンバーレイクアイ、モバイルエースジェネレーションコア i7 プロセッサーズ、モバイルナインスジェネレーションコア i7 プロセッサーズ全、プロセッサ共通事項、ウエストミアマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは32ナノメートル。コア i7610E、620LE、660、上、620上、エンベデッドプリービアスジェネレーションコア i7、 プロセッサーズ全プロセッサ共通事項。サンディブリッジマイクロアーキテクチャ。プロセスルールは32ナノメートル。コア i7 2710系。エンベデッドセカンドジェネレーションコア i7 プロセッサーズ。コア i7 2715系。2655LE 2610系。エンベデッドセカンドジェネレーションコア i7 プロセッサーズ。全プロセッサ共通事項。 IB ブリッジマイクロアーキテクチャ、プロセスルールは22ナノメートル。c o i 7 3 6 1 0系、エンベデッドサードジェネレーションコア i 7プロセッサーズ、コア i 7 3 6 1 5十3 6 1 2五 3555LE、3517 35上、エンベデッドサードジェネレーションコア i 7プロセッサーズ全、プロセッサ共通事項、ハスウェルマイクロアーキテクチャ、 プロセスルールは22ナノメートル。Core i7-4770T Embedded Force Generation Core i7 Processors Core i7-4770R 4700EQ 4700EC 4702EC Embedded Force Generation Core i7 Processors 全プロセッサ共通事項ブロード L Micro Architecture プロセスルールは14ナノメートル コアイ7 5 7 7五 r 八百五十 e q 五千七百 e q エンベデッド5スジェネレーションコアイ七プロセッサーズ全プロセッサ共通事項スカイレイクマイクロアーキテクチャプロセスルールは十四ナノメートルコアイ七六千七百てエンベデッド6スジェネレーションコアイ七プロセッサーズコアイ千八百二十 e q 6822Q スフェンレフ、エンベデット6スジェネレーションコア i7 プロセッサーズ。ありがとうございます。